続いては川越と中国を結ぶ川越の架け橋のコーナーです。今回のトークテーマは現地の行事、イベント、言葉となっております。今回はどのようなお話が聞けるんでしょうか。では早速中国中継担当のミミさんをお呼びしたいと思います。ミミさん、おはようございます。あ、ミミさん聞こえますか。今入りました。大丈夫です。今大丈夫です。あ、びっくりした、ねえ、びっくりした。はい、今大丈夫です。はい、OKOK、うん、はい、ご紹介いただけますか。はい、今日は紹介したいのはね、実は昨日は中国の清明の節、山水に清し明日と書くんですけれども、日本でいわゆるとお盆ですね、はい、ですから今日は中国のお盆簡単に紹介したいと思います。はい、お願いします。で、日本と違って日本のお盆は夏、中国のお盆はね4月の5日あたりで、いわゆる春の時期です。中国の四大の祝日の一つです。私調べたんですけれども、お盆、清明の節以外に他の3つは日本もあるんですよ。で、四大の祝日は正月、日本ありますよね。で、端午の節句、19節、それと清明節、日本と ほぼ当たってるという気がします。だから習慣は似てますね。で、中国 のお盆は通常3連休あります。で、最も大事なのはもちろんお墓参りですね。で、ちょうど春で天気が暖かくなって、そのお墓参りの連れに公園、また郊外遊びに行くのは習慣、風習として必ず行くんです。で、この時必ず食べるものはね、青い団子で書くんですけれども、これで見えますか。見えます。見えますよね、うん、これはね、日本で言われると草団子と全く一緒ですよ。はい、緑ですよね。はい、はい、で、しかも中身も同じあんこ入り、こしあんです。中国の草団子は、青い団子はこしあん入りで、で、草の香り、それともちもち皮の食感、うんうん、程よいそのあんこの甘さ。ミミさん、それが食べたい。食べたいですか。届けします。美味しそう。いやー、ねー、またなんかもちもち感が伝わりますね。そうです、だからこれ見ると和食、まあ、和菓子みたいな感じですよ、うん、美味しいです、うん、日本の和菓子も美味しいんですけれども、うん、こちらの団子も美味しいです。日本と変わらないですね、そう考えると。そうですね、習慣も変わらないと思います。で、私の覚えではね、子供の頃たくさん添え物、そういうお香とかお酒、うん、自分家で料理作ってお墓参り行くんですけれども、いつの間にかだんだん省略化されまして、今はねお香とお花備えるだけで、この 2,3 年間新型コロナの影響で実家に帰れない人がたくさんいまして、それで、まあ、ネットで先祖お墓参りということを、日本はありますか。ネットで、はい、ないと思います。ネットで、ネットで何々お寺、そういうクリックして、で、自分の名前入れて、先祖の名前入れて、で、何々様というご先祖、それでお寺の方にお願いするっていうことですか。はい、そうです。なるほど。そうです、日本ないですか。私日本あると思いました。ないと思います。だから今本当にその同じで、コロナウイルスの関係で帰れなかったりってする方多いですからね。ですよね。はい、いいですよね。でもね、
そのネットそうです、うん、家でお花、うん、食べのお酒を備えて、うん、そうですね、それも一つの方法で便利性があっていいです。かなり本当にいいですよね。あの気がかりでね、気がかりですもんね、やっぱりお供えできないと。そうです、うん、そうですね、毎年必ずやらなきゃいけないことですね。そうです、そうです、もうそれしないとなんかそわそわしい、うん、ですし、ご先祖様ですから ね、 ねですね。お盆休みは、まあ、日本は長いと思いますから、こちらはね、あの3日間でも今年上海のお盆休みは特に長いんですよ、私たちは。コロナの影響でもう昨日の続き3週間長期連休。3週間ですか。3週間です。まだまだですよね、先が見えませんよね。見えません、で会社も学校は もちろん行けないし、で食料品などの買い物もできません。 ここでね、勝手に家は団地が出たらもうこれ違法ですよ、捕まれます、警察に。ニュースでありましたね。ありました、日本も先週ありましたよ、男性が。そうです、はい。ですから生活の中で唯一私、まあ、あの見るのはね、あの関心するのはね、男児の社交グループ、あのいつ PCR 検査します、いつあの補給パッケージが届けにします、そういういろんなメッセージは社交グループに出るんですよ、ね、特にあの面白いコミュニティと面白い生活映像がたくさんあります。でこれは本当の話なんですけれども、一昨日隣のどっかの家で6歳の女の子がいて、で乳歯が落ちて、で彼女の母親は急いで男児のグループの中で歯医者さんいますかって探していました。でしばらく返信があって、うちの男児はね2800世帯があります、だから約1万人ぐらいありますよ。で即返信があって、で歯医者がいて、多分彼女女の子の家で脱ぎ歯手術をしてもらいましたと思います。ご自宅で。そうです、自宅で手術を、それと面白い、また私一つ映像を見ました。 家に閉じこもって犬の散歩はもちろんできないんですよね、ある飼い主は3階から長い犬の縄、多分何本接続して犬を1階まで吊り下げて散歩させる。それで散歩終わったらまたその縄を引き上げて犬を回収する。でかわいそうのはね、途中ワンちゃんが何回も壁にぶつかってのぶつかりながらやっと家にたどり着いた。その映像を見るとワンちゃんがかわいそうな気がする、気の毒です。でもお散歩に行けないのもね、ワンちゃんつらいですもんね、壁に当たりながら、ね、楽しいかもしれませんよね、外に出られるっていうので。はい、そうです。でこのように、まあ、近所の隣人さんたち助け合い、それと、まあ、いろんな人知恵を絞って前向きの発想は、もう本当にそれを見るといいですね、面白くて。やはりこういろんなことに対応していかないといけないですからね、大変ですよね。そうです。うーん、今までの予定は、まあ、4月の11日解禁する予定、その日本当に解禁できるように祈りますわ。私もあの日本から川越から祈っております。ありがとうございます。またあのテーマに関わらず状況とかを来週お伝えいただければと思います。ミミ、はい、さんですね、来週はそういうものできるように、うん、その報告、うん、したいと思います。そうですよね、11日ですもんね、予定ではね。来週またご報告お待ちしております。はい、はい、また来週さよなら、ありがとうございました。お願いいたします。ミミさん、ありがとうございました。はい。
以上、川越の架け橋のコーナーでした。